カール・アルブレヒト・フォン・エスター・ライヒは、オーストリア・ハンガリー及び、ポーランドの軍人。ハプスブルク・ロート・リンゲン家の分子手先行者区家の講師。1919年から、ポーランド国籍を取得して、カロル・オルブラフト・ハプスブルク・ロタルインスキと名乗った。二重君主国海軍の提督を務めたカール・ステファン、大公の長男として、ポーラで生まれた。マトラを取得した後、1907年により、 ウィーンの技術軍事大学で学び、1910年に、同校を優秀な成績で卒業すると、陸軍、第二榴弾砲兵連隊所属の中尉として、軍人としてのキャリアを開始した。1912年には、第二騎馬砲兵士団に転属となっている。砲兵将校として、有能ぶりを見せ、間もなく、軍事大臣の特別推薦状により、大尉に昇進した。 第一次世界大戦が勃発すると、カール・アルブレヒトははじめは、東部戦線で戦い、戦場での勇敢さを称えられて、軍事功労メダルや二等鉄十字章を受けた。その後、チロルのオーストリア予備軍の司令官に就任している。1916年には再び砲兵将校として、前線に戻り、第14野戦榴弾砲兵連隊内の第一、大隊を隊長として率いた。 彼は芝叩く間に少佐に昇進し、1916年秋には、第14野戦榴弾砲兵連隊長に、1917年秋には、第8野戦榴弾砲兵連隊長になった。1917年の初頭に、中佐、同年秋には大佐に昇進している。1917年の秋から二重軍四国の崩壊までは、 第23不評旅団の旅団長を務めた。1916年11月5日に、新たなポーランド国家、ポーランド折衝王国の創設が宣言された後、カール・アルブレヒトは、父親のカール・シュテファン大公と一緒に、オーストリア政府のオス、国王候補となり、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世のほか、ドイツ皇帝・ビルヘルム二世、バイエルン、ブルガリア、ザクセン及び、 ビュルテンベルクの省から指示を受けた。しかしフランツ・ヨーゼフ一世が放御し、進行帝カール一世が即位すると状況は一変した。カール一世はポーランド会議王国、ガリツヤウクライナ及びリトアニアの一部を自らの警官のもとに統合するという野心的な計画を抱いていた。このためカール一世はガリツヤの財物種に住むカール・シュテファン親子の ポーランド王大官への承認を渋り続け、最終的には承認を与えることを拒んだ。1918年の一時期、カール・アルブレヒトのマッテイ・ビルヘルムをウクライナ国王に擁立することも提案されている。カール・ステファン大公とその家族は、ジビエツの居城が新しく建国された、ポーランド共和国の一部になった後も、そのまま止まった。カール・アルブレヒトは、 翌1919 19年に、ポーランド国籍を取得し、ポーランド陸軍の大佐として、ポーランド・ウクライナ戦争、ポーランド・ソビエト戦争に従軍した。1920年、スウェーデンの下級貴族の娘アリセ・アンカルクローナと結婚した。アリセは、オーストリア最相を務めたカジミエシュ・バデーニ伯爵の、ムスコルドビク・バデーニ伯爵の未亡人であった。この結婚は、 ハプスブルク家の家内法に則れば身分不相応な帰戦結婚とみなされ、カロル・オルブラフトとその妻子は、オーストリア大公の称号を使用することを許されなかった。1949年、カロル・オルブラフトとその妻子に、ハプスブルク・ロートリンゲン家家長のオット・フォン・ハプスブルクより、アルテンブルク公使の称号が授けられた。1920年代から1930年代に、 かけてのポーランドには、君主政治持者もまだ多く活動しており、彼らは、ユゼフ・ピウス・ツキに対して、遺言に、カロレオルブラフトをポーランド王位に衰退するよう命じる一文を、書くように進めていた。しかし、ピウス・ツキが、カロレオルブラフトを、後継者に指名することはなかったし、ピウス・ツキはそもそも政治的な遺言など残さなかった。1939年に、 第二次世界大戦が勃発すると陸軍少将となっていたカロル・オルブラフトはグルジョンツ要塞の司令官としてドイツ軍を迎え撃った。ドイツがポーランドを征服した後カロル・オルブラフトはドイツ民族リストに民族ドイツ人として登録されるのを拒んだためナチス当局によって財産を没収され占領期間中はクラックフの監獄に収監されて拷問を受けた。 長期間の拷問のために片足は麻痺し、片目も失明した。戦後、新たに成立した共産党政権はカロル・オルブラフトを民族ドイツ人だとして所領の返還を拒否した。彼は家族を連れて妻アリセの母国スウェーデンに亡命し、1951年にストックホルム郊外のエステルビークで死去した。妻アリセとの間に4人の子女を設けた。 ありがとうございます。